すまない。居心地が良くて眠くなってしまった。できることが増えるのは喜ばしい。よし、手応えを感じる。俺といても楽しいことはないだろう。それなのにずっと共にいるなんて変なやつだ。強くなればよりマレウス様をお守りすることができる。だから力はあればあるだけいい。嬉しい。そう見えないって？わかった。次は善処する。どの授業も無駄にはならない。何を選んでもいい。それにするのか。いいと思う。過去から学ぼう。覚えるだけだ。戦法か。覚えたい。勉学も鍛錬だ。失われた国にも歴史はある。親父殿に教わった。教わった通りだ。いつも通りにやればいい。見出されるな。従者としてのあるべき姿を学びたい。ああ、お前か。授業の準備は終わっているか？本番より準備の方が重要であることは多い。今日のような気候だとつい眠たくなってしまう。衣類に興味はない。似合っている。そうか。用がないなら俺は行くぞ。どうした？そんな目で見て。努力はいい。簡単でわかりやすく、裏切ることがない。着ていて失礼に当たる服でなければ、何でもいい。学校にはもう慣れたか？そうか。焦る必要はない。起こしてくれて。他人は関係ない。自らの意志で行動するか否かだ。お前もあまり周りを気にしすぎるな。そんなに叩かなくても起きている。教わるより実践した方が早い。マレウス様たちをお守りするため俺は訓練を積んでいる。体を鍛えることは心を鍛えることにつながる。おろそかにしてはいけない。訓練しているとセベクが張り合ってくる。いつものことだ。これからどうするんだ？予定がないのならトレーニングに付き合ってくれると助かる。肩の力を抜け。緊張してもいい結果は生まれない。一緒に勉強したいのか？勤勉だな。料理ならする。得意ではないが、自分で作れば少なくとも味の想像はつくからな。必要な睡眠時間は人それぞれというが、
俺にはあと何時間足りないのだろう。マレウス様に比べれば微々たる魔法力だが、俺は俺なりに自分を磨くと決めている。いつかマレウス様と共にナイト・レイヴン・カレッジの式典に出席してみたい。眠くて目をこすってしまった。目元の化粧は落ちていないか？